です。のちゃんです。ということで、はい、今私たちはシンガポールに多分いる。いや、今シンガポールにいるね。多分この YouTube を投稿してる頃は、うん、もうシンガポールついてんじゃない。シンガポールですね。やーべー、はい、ということでね、久々だよ。うん、あとちょうど1週間1週間ないよ、もう。いや、ちょっとテンション上がってる。やめて。はい、ということでね、あと1週間で、うん、シンガポールに行く、初めてシンガポールの旅行に行くんですけど、今までね、旅行も結構行ってきたんだけど、パッキングをね、するところって YouTube に多分撮ったことなくて。あ、そうか、そうか、いつもブログでね。めちゃめちゃ慌ただしいから。やばいよね。で、今は、今日はカゲトラと美人ちゃんが今ね、習い事に行ってて、ちょうどこの時間に不在にしてるので、うんうん、その間じゃないとちょっと落ち着いてパッキングできないってことで、うんうん、まだね、1週間行くまでに、まあ1週間ちょっと切ったかな、あと5日かな、うんうん、だけど、いつもよりは早めだよね。いつも前日だから。結構早めだよね。相当早め、ちゃんとしてない、ね、今回1週間前からやるんでしょ、今日は。あ、そうだよ。いや、やばい。でも1個分、あ、でも全部持ってやりたいけど、直前にしか入れれないものなんじゃん。いつも使ってる化粧水とか、ね、私たちがいつも旅行に大体持ってってるもの決まってるからね、うんうん、ちょっとした夏服とかね。そうそうそう、ちょっとパッキングをしていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ持ってきます。じゃあ持ってって。はい、え、何、俺もいい、俺もいいでしょ。こっちじゃないの。俺、でもさ、スニーカー1本でいいかなと思ってる。違う、自分のじゃないよ。あ、俺のじゃないか。影とか美人ちゃんのも。あ、そっか、そこ声ついてる。自分のじゃないよね。はい、水着を持ってきました。あ、持ってきてた、アレクが。はい、こちらの靴ですね。あ、全員分あるの。これ開けてさ、もうさ、詰めちゃえばよくないと思う。そうですね。このね、スーツケースはね、ベンツのなんか車買った時に一緒に見て。あ、え、あのマーティン。これじゃちっちゃいかな。まあいいか。そう、なんか私が今持ってきたのは水着系で、全員の水着多分、ね、これ美人ちゃんのドルガバの。でもこれもう着れるか分かんなくて、向こうでも水着買うかもな。去年のだから成長すごいしてるからどうだろうみたいな。で、これ私の水着で、ついさっき届いたやつ通販で買って一回も着てないから分かんない、サイズが合ってるかとか。向こう行って、まあ大人のはさ、すぐ調達できるからいいんだけど。で、あとこれがアレクの、あ、アレクじゃない、カゲトラのかな、まあ、両方どっちもアレクとカゲトラの、がっつり遊ぶからラッシュガード。はい、結構ね、日焼けしすぎると痛くなっちゃうから、ラッシュガード全員分出てきた。これ私とか、これはアレクの水着で、ずっと使ってるけど、これエルメスなの、意外と。水着がエルメス売ってて、結構これ超使える。なんかあんまね、履いてるとエルメス感なくて全然わかんないんだけど、自己満の。美人ちゃんのラッシュガードだ。美人ちゃんのラッシュガード。カゲトラの水着で。でも今、カゲトラの水着これどうだろう、ちょっとちっちゃいかな。でもさ、何個か本当あった方がいいよね。プール何回も行きそうで。濡れてんの嫌だもん。これもアレクのっぽい。カゲトラもね、絶対ラッシュガード着ないと嫌がるよね。嫌がりますね。でもラッシュガードってね、意外と売ってないんだよね、ホテルとか。あんまり、そう、カゲでカゲトラサイズ、これがないとカゲトラすごい嫌がる。なんかいつもパッキングの時はすごく綺麗に入れるっていうよりも、なんかこういう使ってない紙袋に、なんかこういうのした紙袋とかに水着とかコピーさんみたいな、多分この袋に多分入れるんだろうけど、なんかね、まとめて入れて、そんなに綺麗にパッキングいつもしてない。なんか、まあいいやみたいな。こんな入るかな、横入んないかな。ここいける、いけた。あ、結構綺麗じゃない、ぴったしですね。こんな感じ、はい、あとなんだ、あー、プール用のおむつね。今ね、探したらプール用のおむつが家になくって、だから早めにパッキングしといてよかったかも。なんか普通のおむつってさ、プールで使えないから。そうですよね。そう、だからプール用のおむつ、美人ちゃん用だけなんだけど、まあ、日本から買っていこうかなと思います。1個だけ水着くれたら、あげたら今1個、これはこれは着るかも。これ115から125までだから、なんかいつもよりちっちゃく感じるね、水着って。大きくなったからね、最近。私ね、じゃん、これ持ってきた。これ自分のブランドで作ってるウエストポーチなんですけど、これね、斜め掛けみたいのできて、うん、なんかあの海外だからさ、一応さ、なんか、あ、まあシンガポールってそんなにさ、治安大丈夫だと思うんだけど、うん、やっぱりなんかバッグとか、ね、そうそうそう、こうやって斜めにこうやると目が両方開くから、すごい便利で、大体ニャボールこれ使ってるもん。いつも使ってます。俺ニャボールですかと思った。違う。そう、だからね、これは一応持ってって、うん、なんか向こうでアクティブの時これいいかも、うん、これはいいんじゃない。
これ可愛いじゃん、うん、これこの前伊勢丹で買ったよね。そうそうそう、可愛かった。なんかすごいビヨンってすごい伸びるから、うん、気持ちよさそう、うん、なんか向こうでハサミないとか嫌だね。あ、ここも切っときたいのあるじゃん。のんちゃんの水着もさっき届きたてなんで。どこ買ったの？なんかわかんないんだよね。2万円ぐらい。高っ。え、高い？高っ。知らないの2万円。知らないけど、え、だってね、今まで買ってたのが去年着てたやつ、最近まで着てたやつ、すごい安かったの。1900円ぐらいのアマゾンで買ったやつ着てたんだよ、ずっと水着。なんかドルちゃんとかまだ欲しい、強かった。もう欲しかったけど、もう時間ない。時間があるわね。そう、とりあえずね。そうで、私水着はなんかこれとこれで、下が超長いでしょ、うん、なんかね、こうやって短くしても履けるしみたいにして、でもさ、なんかお母さんでさ、あんまりさ出しすぎてるとさ、アクティブに動くときやばいよ。やっぱお母さんでさ、やっぱちっちゃくさ、後ろがキュッてなってるんですよ。でもさ、お母さんだとさ、あ、違う、動くじゃんね。写真だけ撮るんだったらいいんだけど、動くからさ、やばくないぞ、ちっちゃかったら。いいんじゃない、ちっちゃい方がいいよ。ほんと？じゃあちっちゃいのは持ってないわ。貝殻、貝殻、貝殻、貝殻で行くの。貝殻。貝殻。そんな人いる？あ、でも海外だとなんかちょっと、別にインスタグラムはみんな貝殻よ。そんな人見たことないんだけど。日本のインスタグラムみんな貝殻だよ。俺がいつも見てるの。これかわいいね。うん。これでじゃあ1日、うん、え、何日行くんだっけ？5ぐらいだよ。5ぐらい？10個ぐらいするんじゃん。あ、そうだね、着替えるもんね、うん、濡れたりね。でもあとは簡単な T シャツとかね。そうそう、そういうのがいいね。あとまあ乾かしながら。そうだね。あ、これもいいじゃん、かわいい。いいでしょ。ミッキーの、これディズニーランドで買ったやつの美人ちゃん用で、これも90だけど、これちょっとでかそうな感じするから、いけそうな。これさ、ホルヘが買ったやつでしょ、絶対。そうそうそう、タイで。すごくない？すごいタイっぽいの。本当だ、かわいい。でも美人ちゃんこれ似合うじゃん。そう、美人ちゃんなんかね、オリエンタル系似合うんだよ。これってさ、どうやって着んの、これ。わかんない、ズボンしか使ったことない。なんか T シャツ中に着ないとさ。でもさ、着心地めちゃくちゃ気持ちよくない？あ、タイのなんか面白いよね。うん、生地がね。うん、ズボンもあんだ。そうそうそう。まあ一応帽子もちょっと。帽子これ入るかな。入る入る、伸びる。あ、ほんと？いける？なんかないとさ、寂しいじゃん。これパジャマにちょうどいいんだよね、なんかアラジン、ね、うん、これもタイでね、結構タイのお洋服いいんだよね。なんか気持ちいいよね。そう、触り心地がガーゼっぽいのが多くて、うん、ガーゼ感あんの好きだよ。え、これいらないでしょ、絶対。注射、美人ちゃんの絶対いらないでしょ。一緒あってもよくない？だって絶対してくれないもん。いや、してくる場合もあるから、ちょっと俺の趣味だよ、それ。写真、うん、趣味すぎじゃない？可愛いじゃん、美人ちゃん。違うよ、違う、荷物最低限で行こうよって。でもこれそんな取らないじゃん。え？ダメ出しです。これ3つ絶対いらないでしょ。一応持ってきただけです。え、ちょっと私も持ってくるわ、美人ちゃんの服。でも影虎のがむずいから。影虎のはね。影虎はね。影虎その日の気分だから今もわかんない。だから影虎はさ、自分でさ、やらせようよ。ちゃんと説明して。そうそうそう、洋服ね。それがいいんじゃないの？なんかピチンちゃんのお洋服ね、いろいろ発掘した。これめっちゃ可愛くて、生まれる前とかかな、生まれてちっちゃい頃から、ね、超ちっちゃい時に買った、うん、ちょうどいいの。そう、 MSGM っていうブランドで、結構ね、大人の服とかも好きの？違う、 MSGM っていうなんか好きのくらいの値段の感じの、可愛かったよね。超可愛くて、去年ちょびって来たけど、うん、まだ大きかったけど、うん、ちょうどいいかもね。今ちょうどいい。あとね、これ生まれる前に買っといた。あ、これそうなんだ。なんかね、ベルニカみたいな、ベロニカわかんないブランドで、通販で買ったやつで、これも綺麗そう。あとこれ夜、夜あ、夜っぽいね、南国の夜っぽいね。そうでしょ。ディナー可愛いじゃん。ちょっとディナーしようかな。新車の服多めになっちゃうね。ね、可愛いっつってね、なっちゃったね、うん。あとまあ肌寒い時もあるかもしれない、うん、ちょっと長袖入れときます、うん、結構美人ちゃんの洋服ばっかりやっちゃったばっかだね。あ、4分のこのスーツケースの4分の1は美人ちゃんの服だ。あんまり持っていけないんでしょ。なんかそう、なんかね、あの今回ジップエアの、 あの、うん、LCC で行くからスーツケース1個あたりいくらあるから、うん、持っていけば持っていくほど旅費が高くなる。これザラの服で、ザラの服大体通販でしか買ってないかな、うん、通販で買ってます。それはお友達からお下がりでもらったやつかな。いいね、いいね、いいね。あと何入れたらいいんだろう。あ、この B さんやめた方がいいよ。かけたら使わなかったんだっけ。かけたら、そう、あ、でも欲しいって言い出す。そうそう、欲しいって言い出す前もあるから。欲しいって言い出して沖縄ですごい探して買ってた、うん、これもまだ履けるでしょ。どうだろう、何歳。18。あ、18だよ、今かけたら。いける？ぴったりだね。あと俺のこれ、これ、のんちゃん買ってくれたやつ。え、っていうか、のんちゃんのだけ持ってきてないじゃん。だから全員この靴任せたじゃんね。のんちゃん裸足じゃないの。裸足でさ、いないでしょ、誰も。裸足でいいんじゃない？ね、ちょっとさ、人の B さんどこやって。知らないよ、ちゃんと。自分で持ってきてよ。ちょっと持ってくるわ。それでもう、まあ、とりあえず。あ、ある程度。俺の水着も入ってるんでしょ、のちゃん。入れた。そう、私は持ってきてるのにさ。私のサンダル
かいつかとかも分かんないけど、一応チッピだからこのヒールある感じにしてるんだ。でもヒールあるのどうだろう。これ本当これ最高だよ。もんちゃんありがとう、これ買ってくれた。これめっちゃいいよね。これ最高で、影虎もさ、洋服を影虎に狙わせてここに入れたらもう終わりだね、うん、こんな感じでパッキング、はい、本当でもプールバージョンで1個埋まっちゃったね、うん、プールと美人ちゃんの服で、はい、ということでパッキングまあとりあえず1個目終わりました。そう、最後これでもういけるね。あー、影虎のがないんだよ。影虎のでも自分で選ばせないと。そう、とりあえず影虎と、うん、俺らの洋服、うん、靴はもういらない。靴はもういらない。大きめのトランク1個あったらいいんじゃない。そうだね、大きめので、あとね、あれがなかった、プール用靴がなかったね。そうそう、あと普通のおむつもないし。あ、そうかそうかそうか。だからおむつって結構かさばるから。でもさ、このトランクちっちゃめじゃん。これちっちゃめ、でかいのすればよかったのかな。まあいいか、とりあえずこれにして。え、でもさ、でかさでさ値段変わるんじゃない。あ、違う、あ、1個単位かな、うん、1個単位だったらでかい方がいい。何キロまでとかだろう。あ、じゃあ詰め替えようか。詰め替えようか、うん、でもまあとりあえず中身はこんな感じで決まりました。ということで超楽しみ、シンガポールめっちゃ楽しみ、うん、あれ行くもんね、ユニバーサルスタジオシンガポール行ってくんね、うん、そう、そこでも服絶対増える。増えるね。だってそこでしか売ってないグッズあるし、かけたらそこでさ絶対さ、うん、あのトランスフォーマーグッズ買うんじゃない。そうだね。はい、ということでもうこの動画出してる頃にはシンガポールに行ってると思うんで、飛行機乗ってるかもしれないね。そうだと思うんで、ぜひねインスタとか、うん、まあブログでも書いたりいろいろしてるんで見てください。お願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。